あいにくの曇り空の中、選手を乗せたバスがやってきました。いよいよキャンプが始まります。今日午後、キャンプ地宮崎県日南市に到着した選手たち。昨日47歳の誕生日を迎えた新井監督は引き締まった表情を見せていました。カープの春季キャンプは明日から来月13日まで日南、来月15日から27日まで沖縄で行われます。6年ぶりの V 奪還へ、到着後はミーティングが行われ、士気を高めた小井選手たち。熾烈なレギュラー争いを制するのは誰になるのか、それぞれが強い覚悟を持って臨みます。毎年ここから1年が始まるので、やってやるぞっていう気持ちになりました。もう優勝日本一しか見てないと言ってたので、もちろん選手みんなはそのつもりだと思うので、全員で戦っていけるように頑張りたいなと思います。今までと立場が変わるので、もうとにかくチームが勝つため、優勝するために精一杯のことをやっていきたいと思います。そうですね、もう若い選手も多いですし、活気のあるカープらしい、元気のあるキャンプにしていきたいと思います。